JR 東日本251系電車。251系電車。251系電車は、東日本旅客鉄道、JR 東日本の直流特急系車両、特急スーパービュー踊り子を中心に運用されている。1990年、平成2年4月28日に営業運転を開始した。乗ったらそこは、伊豆をテーマコンセプトに、 伊豆半島への観光輸送に特化した設計がなされている。伊豆急行2100系、リゾート21に触発される形で設計、製造したとされることもあるが、旧来の踊り子に使用される185系の内装が普通列車にも運用されることを想定していたために、他の特急系車両に比して若干見劣りすることも、このようにハイグレードな車両を製造したきっけの一つである。 主回路は先に、上磐線特急、スーパー日立用として登場した651系に、続いて、堺時点カレージ制御を採用し、低速制御機能も付加している。台車も651系に準じた、ボルスタレス式の DT56 系、TR241 型で溶断発ツ系である。ただし、最高速度は系の時速に、 大使本系列は時速 120km であり、歯車比は185系と同一の4.82である。主電動機は堺自転カレージ制御車に共通の MT61 系であるが、冷却ファイ構造を変更し、高速域での騒音を低減した内線系を搭載する。制動方式は改正併用電気指令式、空気ブレーキで伊等線。 伊豆急行線に存在する連続急勾配に対応してそもそも速ブレーキも装備する。終電装置、パンタグラフは、車体断面が大きく、また、占有面積を小さくして、客室スペースを拡大させることから、JR 東日本の在来線電車では初めて、折りたたみ面積の少ない下枠交差式 PS27 型を採用た。各の口には、 外開き式のプラグドアを採用し、2両に1箇所の割りで通常の乗降を行うという方式を採用した2.35.710号車の窓が設置されているドアのみが通常の乗降口、開口幅 1006mm で普通車はモハ250型とクハ251系、グリーン車はサロ251型がこれに該当する1.46.89号車の モハ251系、サハ251系、黒250型に設置の窓のないドアは終点まで開かな。ただし、ホームライナーとして運行する場合は、オハイオーライナー新宿での小田原、ホームライナー小田原での新宿駅、渋谷駅を除く全駅で全部のドアを使用する。パンタグラフ、主制御機、指定工機を装備するハイデッカー構造の中間電動車で普通車。 定員64名。6号車と8号車に連結され、6号車はモハ250、十100番台、8号車はモハ二250 K、計零番台とユニットをなし、両車とも禁煙車である。トイレ、洗面所を設置。パンタグラフ、主制御機、指定工機を装備する、ハイデッカー構造の中間電動車で普通車。定員64名。 モハ2 5 0バンダイというニットを構成する。東京型の連結機は、検査時の編成分割に対応した密着連結機を装備する。4号車で禁煙車である。トイレ、洗面所を設置。電動発電機、MG、空気圧縮機、CP を装備する、ハイデッカー構造の中間電動車で普通車。定員56名。 3号車と7号車に連結され、3号車はもは 251K100 番台、7号車はもは 251K0 番台とユニット構成し、3号車、7号車とも、禁煙車、7号車は2007年3月17日までは、喫煙車であったである。トイレ、洗面所、ミニロビー、7号車は喫煙コーナーを兼ねていたお設置。通常、3号車、普通車と2号車、 クリーン車の間の乗客の通り抜けは不可能となっている。もは2 5 1系0番台というニットを構成するハイデッカー構造の中間電動車で普通車。定員48名。本番台は0番台と異なり、MGCP は装備しない。伊豆急下田方の連結機は、もは2 5 1十1 0 0番台に対応した密着連結機を装備する。5号車に連結され、 禁煙車である。サービスカウンター券売店、テレホンカード式公衆電話を設置。東京型戦闘車、制御車で、ダブルデッカー構造の普通車、定員52名、登場時、運転室後部に展望席、登場時16席を備え、2階が登場時36席の普通席で、1階が子供用の遊戯ルームになっている。 1992年製の3.4はワイパーが2本になり、運転室と客席の仕切りの縦3を廃止して展望性の向上が図られている。10号車で禁煙車である。乗務員室、荷物置き場を設置。かつてはテレホンカード式公衆電話も設置されていたが、現在は撤去されている。伊豆急下高田方先頭車でダブルデッカー構造のグリーン車。 運転室後部に展望席を備え、2階が定員14名のグリーン席、1階がグリーン車利用客の専用ラウンジである。座席の配置は2プラス1で、本形式は山側が1人が仮席となる。座席間隔は 1300mm で、リックレストとインアームテーブルを備える。展望席はかつて座席間隔が 1000mm で、リクライニングしなかったが、 後日のリニューアル工事により、リクライニングシートに改められたほか、座席数も9席から6席、3列2列に減少している。1992年製の3.4は、ワイパーが2本になり、運転室と客席の仕切りの縦3を廃止して、展望性の向上が図られている。1号車でラウンジを含めて禁煙車である。トイレ、洗面所、荷物置き場を設置。 かつて白波251系同様、テレホンカード式公衆電話も設置されていたが、現在は撤去。ハイデッカー構造の中間付随車で普通車、定員64名、9号車に連結され、禁煙車である。トイレは車椅子対応となっているが、車椅子対応座席は客室に設置されておらず、デッキに設置の多目的室を利用することとしている。 中間付随車でダブルデッカー構造のグリーン車。2階が定員25名のグリーン席、1階が定員4名のグリーン個室が3室である。会場席の座席は1は2プラス1であるが、本形式は海側が1人が仮席となっている。これは個室を海側に設定すると1階の通路高さの確保が難しくなるため、2階席の座席の ハイデッキ構造の部分に1回通路を設定することで通路高さを隠した。この際に幅に余裕のある二人がかりの席の下を通路に設定したため海側を一人がかりにせざるを得なかったものである。個室の座席は電動リクライニングシートである。二号車に連結され、禁煙車2007年3月18日までは喫煙車であったである。 トイレサービスカウンター、荷物置き場を設置。1990年と1992年に重量編成が2本ずつ製作され、4本、計40両が大宮総合車両センター、2013年3月までは多摩地車両センターに在籍する。2002年、平成14年より全編成のリニューアルが実施され、従来9号車及び、 展望席を除く10号車の座席は、グループ客の利用を考慮して、大型テーブルを装備した583系のようなボックス式、クロスウッドとしていたが、その2両も含めて普通車の座席を、リクライニング、座面スライド付け回転式、クロスシートに変更した。奇数号車はオーシャンブルー、玉数号車はハイウィスカスピンクと色調を区別た。 クハ251系の展望席は、これまでフランス製の座席を 810mm 間隔で4列、配置、定員16名としていたが、これを他社と同じシートに、交換の上シートピッチを 1000mm に拡大、4人3列の定員12名に変更した。また、 一般席もシート交換で定員が減少し、登場時の52名から16名減の36名に変更された。グリーン車はシートモケットとカーテンの変更に留められたが、グリーン車を含む全席に装備されていたオーディオシステム、FM ラジオと仕切りドア上部のモニターテレビと、グリーン個室のビオモニターを撤去したほか、塗装もアジュールブルー、フューチャーグレーの2色から、ヒューンホワイト、 エメラルドグリーン、マニライトブルーの帯、JR 東日本の新幹線車両と同じパターンに変された。一方2007年、平成19年により1号車、2号車のグリーン席のリニューアルが開始された。座席、絨毯の取り替えなどが行われ、展望席は3列から2列へ変更し、リクライニングシートが装備された。これにより、定員が6名となった。 同年2月24日に改修済み編成が運用を開始、4月中旬に改修を完了した。このリニューアル工事が行われたことにより、2004年、平成16年3月から、おはようライナー新宿、ホームライナー小田原にも充当されるようになった。それに伴い方向幕にも、おはようライナー、ホームライナーが追加されている。通常運用では、 以下の運用に用いられる。臨時列車や団体臨時列車でも251系が使用されたことがある。臨時列車は以下を参照。団体臨時列車としては、上越線、新越本線、白新線経由で、上越本線村上駅まで、また、外房線や安房鴨川駅まで入線した実績がある。このほか、中央本線、武蔵野線、京葉線等にも入線したことがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。